はい、どうも、アトです。今日はですね、日曜日に行われます、セントールステークスの予想をしていきます。夏競馬が終わってですね、ついにここから秋競馬が始まります。実績馬が、続々と出てくるレースになっております。まあ、ここもですね、ピクシーナイト、ジャングル、アグリ、活躍してた馬がたくさん出てきて、面白そうなレースになります。と、その前にまずこちらをご覧ください。まず今週のブログですね、土曜日分、まず重賞がね、シオンステークスあるんで、そっちをね、ブログでも予想していきます。で、自信のある平場予想もやっていきます。じゃあ結果はどうなってるんだってお話なんですけども、先々週ですね、新潟2歳ステークスで馬2頭しか買わずに、2年連続的中と。で、先週が本当に爆発しました。すごかったですね。まず平場の方、本命8番人気、パンテローラ1着。対抗、13番ですね、9番人気の達竜王2着で、単勝副勝馬連的中して全部で、約ね回収率 1300% 超えの払い戻しだから超完全的中しました。もちろんね、ブログにも、このまま書いております。はい、中にはですね2点で馬連をね取った猛者もいましたし、かなり今回は貢献できたのではないでしょうか。ここ最近でですね一番のヒットだったと思います。でそれだけじゃなくて、小倉2歳ですね、まあ、こっちもなんとね本命対抗が1着2着です。9番10番で、僕この2頭しか動画で上げてません。で買い目もちゃんとねここに理事に、指定しておりますし、本当に完璧な予想だったと思います。じゃあこの紙ブログはどこにあるんだってお話なんですけども、概要欄からぜひお願いします。ブログですね、最近ちょっとね登録してる方がちょっと少ないみたいです。これだけ実績残してるのに、しかもタダですし、なんで登録しないのって僕はねちょっと思うんですよ。なので皆様ぜひね、これからもですねまたまた当てていきますね。ぜひね、ブログのお気に入りブックマーク概要欄からぜひお願いいたします。まあ、私のですね励みになりますし、皆様にもですね、いい予想を提供していきますんでお願いします。はい、では詳しく解説していきます。じゃあまず一番人気予想のビッグシーザーからいきましょうか。前走はですね、青いステークスが一番人気で3着でした。で僕ねこの馬本当に一番人気になるのかなと思って、まあ、どうかなと思うんですけど、ただねもうこれサムネイルタイトルにもある通り、これね何の数字かっていうと、実はね今一番人気7連勝中なんですよ、このレース。まあ中京開催も挟んでますけども、で連帯だけに伸ばせば11年連続一番人気連帯してるんですよ、このレース。でまあこの馬が一番人気になるだろうと、ってことでですねさらに人気を加速させてると思います。ただこの馬って、まあ、確かにねその連勝して、まあ、前回で、ね、連勝止まっちゃったんですけども、実績がまだないわけですよ。要するに重賞勝ってないんですよね。例えば過去にセントールステークスを勝った一番人気馬って、それまでにもう G1 勝ったり G2 勝ったり実績があったんですよ。でもこのビッグシーザーに対しては実績がないのに一番人気になりそうなんですよ。であと不安なのが前走で、前走3着じゃないですか。まあこれがねビッグシーザーの全成績なんですけど、まあここでね 1.7 倍で飛んでると。でこの 1.7 倍で飛んだ青いステークス、まあねこれ超ロケットスタート決めたモズメイメイに、まあ確かに負けるのは仕方ないと。でも僕いただけないのがこれね、ビッグシーザー3着じゃないですか。ルガルに先着されたことが僕どうも疑問なんですよ。本当にビッグシーザーが強かったらモズメイメイは届かなかったにしても2着は確保できたと思うんですよ、このレースで。まあ、いくら金量差がね、ルガルと1キロあったとしても。っていう馬が一番人気予想なんですよってお話なんですよね。どう思います皆様。まあ、だからそのね、一番人気がいいっていうデータを取るか、実績で一番人気になってるビッグシーザーを危険と取るか、まあ、僕はね、ちょっと今回後者を取りたいかなと思ってますね。で、お次がアグリですね。まあ、ただこの馬はね、まあ、根本的に僕1004がいいと思ってますし、まあ、開幕週なんでですね前有利なのはいいんですけども、狙いはまだ次じゃないですか。ここどうなんですかね。1004ベストの馬が、ね、いきなり1000にまた構想できるかなと思うところがあるんですよね。でこれがね、まあ、ジャングルにも似たようなことが言えまして、まあ、確かに1000にも勝ってるんですけども、どうなんですかね。まあ、ニュージーランドトロフィー勝ったね、1006がやっぱりベストかなと思って、で、前走アイビスサマーダッシュ、まあね、1年2ヶ月ぶりなんですけども、それでもまあ6着に来ましたよと。で、まあ叩いてね、ここは、まあ量化するだろうっていうのはわかるんですけども、1000にちょっと短くないかなって僕思うんですよね。で、まあ注目される実績馬がね、まあここにもいて、ピクシーナイトがいて、まあ香港でですね、落馬してしまってから、長期休養明けで、
高松宮記念惨敗、KO 杯、まあ、8着ですけども、0.4 秒差で、今回、また休み明けじゃないですか。僕ね、ここ叩き台だと思うんですよね。この馬ってもう G1 勝ってるんで、賞金は正直足りてるんですよ。で、ここを叩いて、僕買うならスプリンターズステークスかなと思うんですよね。もしかしたらね、その能力の違いで勝つかもしれないんですけども、ピクシーナイト僕買うんだったらジソを買いたいですねってお話です。じゃあお前はね、他にどの穴馬を狙うんだって言われましたら、今回ね、阪神に代わって開幕週です。開幕週は基本的に前有利です。ただ、今回、ちょっと気になるのが、前行く馬がかなり多いんですよね。まあ、例えばこのビッグシーザーとか、まあ、ピクシーナイトも前行くでしょうし、まあ、このアグリとか、まあ、ジャングルだって逃げたきゃ逃げたいです。でも、じゃあどれが逃げるかって言ったら意外と分かんなくないですか？いないんですよ。逃げ馬はちょっと不在なんですけど、先行馬が多い状況なんですよ。で、この状況ってじゃあどうなるかっていうと、まあ、ここにある通りですね、セントールステークスのペース予想なんですけども、まあ、最後にある通り、実はね、ハイペースで差しが決まると思ってるんですよね。じゃあそのプロセスはどういうことかというと、まあこれはね、機種心理もあるんですけども、まあ、最初に言ったようにね、どれが逃げるか分からないじゃないですか。でも、先行馬多いと、特に人気馬。で、開幕週で前が有利なんですよ。ってなったらもう機種心理からしたら、あれもしかしたらスタート決まったら逃げれるんじゃねという可能性も感じて、あわよくば花を取れるかもと、結構まあ人気の機種、まあ、先行馬の機種が前出してくんですよ。ってなったらまあどうなるかって言ったら必然的にハイペースになるじゃないですか。まあだから差しが決まるというまあ原理なんですね。例えばこれがまあパンサラッサみたいな逃げ馬がいるとするじゃないですか。でそうなると騎手のみんなからしたら、ああまああの馬が逃げるから俺は2番手3番手でいいわって言って、意外とねペースが落ち着くことあるんですよ。その逃げ馬が1頭だけっていう場合は。でも今回どれが逃げるか分かんなくて、ただ単純に先行馬が多いんですよ。こういった時って結構ねそのハイペースまあ、差しが決まるんですよ。だから、まあ、人気のない特に差し馬をね買いたいなと思っています。ってことで、まず1頭目が、ディヴィナシオンですね。前走がですね CBC 賞、まあ、川田騎手が乗ったんですけども、惨敗しましたよと。単純に安定ですよね。まあ、僕のね、動画を見てくださってる方はねもう知ってると思うんですけど、僕ダンの騎手と世界一相性がいいんですよ。というかそもそもこのセントールステークス去年僕当ててるんですよ。じゃあその当てた馬は何かっていうと、ファストフォースっていう馬がですね、去年この馬2着になったんですよ。で、そのファストフォースの主戦誰でしょうか。はい、ダンの騎手ですね。はい、ダンの騎手、このレースめちゃめちゃ相性いいんですよ。で、夏競馬もね、すごい成績良かったですし、まあね、ちょっと不器用な馬でですね、まあそのオーシャンステークスみたいなですね、バクシーを打つね、騎乗をしたらすごい面白いかなと思うんですよね。まあ、ただね、言うてそんなね、まあ、函館スプリントでも CBC 賞でも大敗したわけじゃないんで、展開一つだと思います。だからね、そのオーシャンステークスみたいに1枠1番、まあ、最内入ってくれればね、もしかしたらまたまた一発あるんじゃないかなと思いますね。はい。ディビナシオン、安城含めて、かなり狙い目ですね。で、あとが、ブトンドールですね。まあ、これはね、ブトンドールの成績なんですが、もともとね、この馬スプリント路線歩んでって、で、まあ、阪神ジュビナルフィリーズ桜花賞で惨敗して、まあ、久々にね、1000人戻った函館スプリント、まあ、2番人気でですね、5着ながら 0.4 秒差なんですよね。で、まあ、今回ですね、鞍上が変わって菱田騎手です。で、まあ、3歳牝馬なんで斤量も53キロと軽いです。さっきも言いましたですね、人気薄の差し追い込みが来るというね予想もしてるんで、まあ、ブトンドールがいいんじゃないかということですね。まあ、意外とねこのレース3歳が結構好走するんで、まあ狙い目っちゃ狙い目なのかなと思いますね。まあこんなに人気ないんだったら全然狙っていいと思いますね。まああと人気どころで言うと、まあスマートクラージュとかもね、まあ全然買ってもいいと思うんですけども、まあ先行争いに巻き込まれたらきついかなと。でまあ AC スポッターもですね、全然買っていいと思います。もともと阪神経験もありますし、まあ人気がね、僕は思ったよりもっと多分人気すると思うんですよ、この馬。まあ人気がないんだったら、AC スポッターも、かなり狙いたい上位に入ってくるかなと思います。はい、ということですね。これで以上になります。まだね枠が決まってないんですけど、僕はとりあえずこのレースは結構ペース速くなって差し追い込みが決まると見ております。まあ理由はですね、さっき言った通りになります。なので、ね、また枠順決まってからもね動画出したいと思いますんで、ぜひね、チャンネル登録をお願いします。はい、これで以上になります。あとですね、最初に言ったように本当に今ね僕絶好調すぎて怖いんですよ。本当に予想がバンバン当たってます。ぜひねブログ概要欄に貼っておきますね。ぜひお願いします。お気に入りブックマークしていただければかなり嬉しいです。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。